バイク女子チャンネル。皆さんどうもこんにちは。パピプペパルパル、どうもパルパルです、今回はですね、初心者がやりがちなこと3選ということで、お届けしたいと思います。この3選というのをですね、私の独断と偏見で選んでおります。私自身が、バイク乗り始めたばっかりの時とか、まあ今もやってるかもしれないんですけど、にやっていたであろう、やっていることから選んでいます。別に参考にならないっていう方もいらっしゃると思うんですけども、あくまでも、女性の、ライダーの、まあ、目線として、お伝えするということでお伝えしていきたいなと思います。それでは初心者がやりがちなこと、その1、怖くなると近くを見てしまう。どうでしょうか皆さん、そんな経験はありませんか？まあない方はないでいいんですけど、教習所とかでもたまに言われたと思うんですけど、特にあの一本橋とかでこうね、ずっと細いところまっすぐ行くときとかに、下見ると落ちるから遠くを見なさいって多分よく言われたと思うんですけども、一般道に出てもですね、一般道に出てもあのその状況が起こります。怖くなるとおーってなって近くを見てしまうっていうことがある、結構あります。はい、私の場合結構ありました。で、そうしてしまうとですね、近くを見ると体の軸がぶれてしまうので、単純にそれでバイクがフラフラしてるのを支えられなくなってしまうということです。なのでなるべくだったらこう下を見ないで遠くを見るようにしてですね、まあ遠くと言ってもですね、虚空を見つめるようなこんなうつろな目でいてもしょうがないので、あの普通に自分の行き先を見てください。そうすることによってだいぶそのふらつきが軽減されて、あの怖さとかその立ちこけするリスクというのが、減ってくると思います。あくまでも私個人の感覚なんですけれども、私はまあそう思います。はい、初心者がやりがちなこと、その2、道のデコボコを気にしないってことです。どういうことかというとですね、あの結構都市部だと少ないと思うんですけど、あの田舎の方に行くとトラックがたくさん通る道があるじゃないですか。でトラックがたくさん通る道って、そのわだちっていうのがね、わだちっていうんです、タイヤの跡がついておりまして、ついている場合が結構あります。はい、であの信号のところもそうですし、別に普通の道もそうなんですけど、こう真ん中盛り上がる、真ん中と左右もこっとしてて、こうタイヤのところに溝ができてしまっていると、結構深い溝ができているところもあります。私が走った中では意外とその止まるのに夢中になってたりとか、何か前を見るのに夢中になってたりとかすると見逃しがちです。はい、私の場合ですけど。まあもちろん見逃さない方はもう全然それでいいと思うんですが、見逃しがちなので、あのめっちゃ辛そうです。見逃しがちなので、できるだけ、まあ、前も見なきゃいけないですけど、ちょっとね地面に目をやっていただいて、あのこのデコボコがないかどうかというのをですね、見ていただけると安心して止まったりとか走ったりとかできると思います。私が結構通る道で、高速の手前にですね、交差点太い道に出るところのあの道路がすごいボッコボコになってたことがあって、幸い立ちこけはそこではしなかったんですが、すごいすごい、はい、びっくりするぐらいこれ放置していいんですかっていうぐらい、車でもガタガタちょっとするんじゃないかっていうぐらいついてて、ボコってなってるところの、 あの真ん中のちょうど膨らんでるところに止まっちゃうと、左右がへっこんでるんで、予想以上に止まって足をつこうと思うと地面がねないんですよ。こうなってここのところに足が行っちゃうんで、だからそうするとおーってなる可能性が結構あります。はい、私はおーってなったことあります。はい、なので、結構地面のデコボコは見ていただけるといいかなと思います。あとは地面に結構穴が田舎の方だと開いていて、ツーリングって田舎の方に行くこと多いと思うんですけど、その穴にですね、先日北海道で女性ライダーの方が、まあ、その詳細は出てないんでわからないんですが、その穴に、まあ、タイヤがはまったのか何かわからないんですけど、その引っかかって飛んでいって亡くなってしまったという悲しい事件がありますので、あの道の穴とかは結構注意して見てくだ
私ですね、私自身は結構デコボコした嫌いじゃないんで、むしろ自分から乗って行ってたりするんですけど、その事件を見てやめようと思いました、はい、そして最後に初心者がやりがちなこと、その3、これはですね、お金がちょっとかかるので、まあ、皆様におすすめできるかといえば、まあ、ちょっとあれなんですけど、でもおすすめはしたいです、はいはい、確実に効果はあると思います。ではその3、タイヤを変えない。どうでしょうか、皆さん。変える方もいると思うんですけどね。私自身の話なんですけど、私は一番最初に乗ったのが忍者の250っていうやつでですね。で、忍者の250っていうのは、バイアスのタイヤを履いてるんですよ。で、タイヤっていうのはなんか最近2種類ありまして、主に。ラジアルとバイアスっていうのがあるんですが、細かいところは私はわからないので、プロの方にね、聞いていただければと思うんですけれども、その忍者250っていうのはバイアスのタイヤだったんですよ。で、最近主流なのはラジアルの方で、で、ラジアルの方がやっぱりまあ性能がいいからそうなってきたんだと思うんですけど、で、バイアスのタイヤで、しかも中古で買ったので、結構まあそこそこ乗られていたと。で、まあまだ溝は大丈夫だろうと思って走ってたんですけど、やけにふらつくなぁみたいな感じだったんですよ。それで、なんかね、結構立ちこけてたんです。はい。まあ、下手なっていうのもね、あるんですけど、すいませんが。まあ、それは置いといて、結構立ちこけてたんですよ。もうほんと信号待ちのフラットなところで、何もないところで足ついてるのに、フラフラってして、あーってこけるとかっていうことがよくあって、で、バイクっていうのはこけるものだっていうか、フラフラするものだと思っていたんですが、違いました。はい。タイヤをある時、バトラックスの S20 っていうやつに交換してみたんですね。で、交換してみた途端、あれ？信号待ちしててもバイクが揺れないみたいな。まあ、もうほんとね、これ、まあ私がね、ちょっと、早く気づけよっていうか、こんなにタイヤが大事だと思っていなかったので、放置してたんですけど、本当に違うんですよ。もう、なので、ぜひですね、皆さん、タイヤはいいやつを履いてみて、いただけるといいかなと思います。お金かかりますけど、楽しく乗りたいのであれば、多分ね、事故とかも減ると思うんですよ。今のタイヤはピレリっていうところのディアブロロッソコルサ2だったかな、スーパーコルサの1個下のやつなんですけど、それは本当にサーキットで履いたらタイムも上がったし、こける気がしないし、本当にすごかったので、ぜひタイヤを変えて乗ってみていただきたいと思います。というわけで、一つ目が近くを見てしまうので遠くを見る。二つ目が道のデコボコを気にしないのでデコボコを気にして走る。三つ目がタイヤを変えないのでタイヤを変えて走ってみよう。ということです。はい。タイヤは本当に。タイヤはね、まあ、お金かかるからね。なんか、そうなんですよ。結構高いからね。なんとも言えないんですけど。でも本当に違います。男性の方はそんなにない、自分はないっていう方もいらっしゃると思うんですけども、やっぱ女性はまた感覚が違ったりするので、そういった遠くを見ないとか、いろいろ、トラブル、立ちこけ、起こりがちです。はい。まあ、なるべくバイクに乗ってるときは安全にトラブルなく乗れたらいいなと思って、今回こういった動画を撮らせていただきました。どうかですね、皆さん、安全に乗っていただけたら嬉しいなと思います。はい。プロテクターとかもしない方も結構いらっしゃると思うんですけど、できればプロテクターをしていただいた方がより安全に乗れると思いますので、事故に遭っちゃって家族が悲しいなって思わせない方が、ね、いいかなと思いますので、ぜひ、そうして、ちょっと、試してみてください。それでは、よかったらチャンネル登録とコメントと高評価よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。